北朝鮮代表は6日、北10枚ワールドカップアジア2次予選でシリア代表に1マイナス0で勝利した。最終予選進出の可能性を残し、最終節を迎える。写真、アジア2次予選 B 組の順位表。3位の北朝鮮は第5節で引き分け以下だと敗退が決まる状況だったが、後半アディショナルタイムに MF ジョン・イルグアンが値千金のゴールを奪い、2位のシリアを下した。 この結果、残り1試合となった B 組でシリアとの勝ち点差を1に縮めている。B 組は日本代表の首位通過とミャンマー代表の敗退が決まっており、北朝鮮とシリアが2位での突破を争う状況。11日に予定されている最終節では、北朝鮮がミャンマーと、シリアが日本と対戦する。どちらが2次予選を2位で終えるかは、日本が命運を握る形になった。 というのも、北朝鮮は第2節のアウェーミャンマー戦で6-1の大勝を飾っている。今回はホーム扱いながらラオスでの中立地開催となるが、勝利する見込みは高い。その一方、シリアは第2節のホーム日本戦で0-5と大敗した。その後のアジアカップでは16強入りと躍進したが、日本の方が力で上回ることは確実。 日本に勝利すれば自力で最終予選の切符をつかめるが、引き分け以下では敗退する可能性が高く、3ポイントが必須の一戦となる。日本の結果が最終予選進出国の決定に大きく影響する状況だ。なお、シリアが敗れて北朝鮮が引き分けた場合は、両チームの勝ち点が並ぶ。その場合は得失点差、総得点の順で順位が決定。 第5節を終えてシリアが得失点差で1ポイント、総得点で2ポイント上回っている。それでも並んだ場合は当該チーム間の対戦成績が考慮されるが、揃って1・0で勝利した1勝1敗で5分のため、次の判断材料であるフェアプレイポイントによって決定することになる。日本対シリアは11日の午後7時14分にキックオフされる予定で、 北朝鮮対ミャンマーはシリアの結果が確定した後の同日午後10時。